次の問題に入りたいと思うんですけれども、いわゆる副大臣、政務官の一任、ドミノのように続いたことについては、これまでも委員会でも質問があったと思います。適材適所という言葉が、残念ながらこれほど貶められた事態はないというふうに思います。私も適材適所ってよく言葉を使いましたけれども、言うは安く、行うは難しという気持ちはよくわかりますけれども、あまりにも今回は真逆すぎたと思います。で、その上ですよ、副大臣政務官は置いといてです。ここに閣僚が並んでいます。適材適所で選んだと思います。でも、ごく半分がですよ、ほぼほぼ、お父さんの顔が浮かぶ、義理のお父さんの顔が浮かぶ、おじいちゃんの顔も浮かぶ人もいる。私はね、世襲多すぎるんじゃないかと思います。閣僚のほぼ半分、総理も含めてですよ、総理も含めて、適材が世襲ばかりというのは、私、異常な事態ではないかと思います。例えばですね、さっき93年にお互い初当選したと言います。この30年間で、自民党出身の総理大臣で、世襲ではないというのは、菅前総理だけですよ。総理になる人もみんな世襲なんです。で、これは本当に民主主義の国と言えるのかどうか、もちろん有権者が選んでるというかもしれない。けれども、事態としては私はね、本当にこれでいいのかと思うんですよ。例えば、総理3世ですよね。ジュニアに委ねると4世でしょ、今度。ルパンだって3世までですよ。歌舞伎役者じゃないんだから。ね、岸田家以外にも広島一区では国家を考え、アイデアを持ち、志を持っている優位な人材がいるかもしれない。でも地盤、看板、カバンを考えると弾かれるんですよ。で、それが本当にいいことなのか。で、我が党は世襲制限する法案をこの国会提出をしましたけれども、そろそろね、この問題についても向き合って、自民党も向き合っていかなければいけないんじゃないでしょうか。私は令和の最大の政治改革だと思いますけれども、いかがでしょうか。内閣総理大臣、岸田文雄君。ご指摘の国会議員の世襲の問題、これは基本的には政治家として、有能かつふさわしい人間を国民が広く選べる仕組みを作っていかなければならない、こういった問題であると認識をしております。そういった問題意識を持つことは重要であると思っています。委員の方から、御党においては法律を用意したという話がありましたが、自民党においても議員の候補者選定において、さまざまなこの民意を汲み取る仕組み、公募、予備選挙、さまざまな取り組みを今日まで続けてきました。引き続き、この人材を広く募集する、発掘する、こうした取り組みは続けていかなければならないと考えています。その一方で、閣僚人事についてご指摘がありましたが、閣僚ということについては、まさにこれ、人格、執権を持って、この人選しなければならない、こうしたものであると思っています。いずれにせよ、世襲の問題、この国民が幅広く有能なふさわしい人材を選べる、こうした制度や、この仕組みを作っていく努力は絶えず、これからも行っていかなければならない、このように認識をいたします。野田佳彦君。はい、さっき冒頭、政治資金の話からしましたけれども、政治資金のまず入り口のところに不透明な動きがある。で、出の方も本当はね、贈答品だとか買って、宛先わからない、不透明な動きがある。政治資金が不透明になってきて、国民は不審に思っている。そして顔ぶれを見てみると、世襲がどんどん増えてきていると。今、たまたま閣僚で言いましたけれども、議員全体でも、御党の中では比重が増えてきているということで、この不透明なお金の流れにいる、身を置く、特定の家系の人ばかりということが、私は不審の原因になっていくと思います。そこをね、断ち切っていくような改革を、今日は頭出しですけども、申し上げさせていただきたいと思います。もう一つ、今日は総理の政治姿勢についてお尋ねしたいのは、今日北朝鮮が軍事偵察衛星と称するものを
いわゆる弾道ミサイルの技術を使って発射をいたしましたですね。でこれが成功したのかどうかまだ分かりませんけれども、この軍事偵察衛星、これまで2回失敗しててずっと発射の可能性があるということで、防衛大臣が破壊措置命令をずっと出していました。これからまだ出すのか分かりませんけれども、破壊措置命令を受けて自衛隊は厳戒態勢にありました。そういう時に政治空白を作るかもしれない解散風が6月の通常国会の会期末に、そしてついこの間まで吹いていました。私はこんなことでいいのかなと思うんですね。国民の生命と財産を守るのが一番の大きな、まさに総理の責任だと思います。そして24万人の自衛官を率いる束ねる自衛隊の最高指揮官、ご本人が解散云々言ったかわからないけれども、周辺からそんな風が吹いてくること自体が私は不謹慎だとずっと思っていました。政局より危機管理の方が大事なことは明らかなのに、なんでこんな話がどんどん飛び交ったのかということは疑問です。私はその総理、わけが甘すぎたと思いますよ。いかがでしょうか。内閣総理大臣岸田文雄君。北朝鮮の軍事偵察衛星の発射予告との関係で、政治空白を生じさせるようなこの状況を感じさせることは問題であるというご指摘だったと思います。振り返りまして、6月の通常国会会期末、私はたびたび解散について、マスコミ等から問われました。その際、再三申し上げてきたのは、先送りされてきた課題に答えを出していくとの岸田内閣の基本姿勢に照らして判断していく、これをずっと一貫してお答えしてきました。そして、この国会始まる前からもう、解散について聞かれることがたびたびありました。国会始まってからもありました。その際に、そのたびにお答えしているのが、物価高騰対策、経済対策をはじめ、先送りできない課題に一つ一つ取り組んでいく、一意専心取り組んでいく、それ以外のことは考えておりません。これを再三繰り返してきました。私自身、そういった発言をずっと繰り返してきた、これが実際であります。雰囲気、こういった周りから風が吹いた、脇が甘いのではないかという、ご指摘があります。これについては、改めて我が身を振り返ってみたいと思いますが、私自身は一貫して解散を問われた場合に、今申し上げたことを、6月においても、また今月においても、ずっと発言し続けている、これだけは、説明をさせていただきたいと思います。野田佳彦君。自民党の中でもずいぶん解散前提で動いてらっしゃる、ね、若い人たちもいらっしゃいましたから、それはそういう弁解はされましたけど、間違いなく風は吹いてましたよね。風が吹いてた、誰が吹かしたかはそれだと分かりませんけども、でなぜねこんなことが起こるかというと、そもそも2年前の10月ですね、総理が解散をして、そして総選挙が始まる公示の日でしたね、10月の14日だったかな、21日だったかな、その時に総理は福島に遊説に、官房長官今いなくなりましたけども、官房長官地元に行ってて、その午前中に北朝鮮が弾道ミサイル日本海に向けて2発撃ったじゃないですか。その時に NSC 開けなかったですね、なかなか国家安全保障会議、2人とも鍵を握る人が、司令塔が遊説に行っちゃってるんだから。というようにね、過去に危機管理よりも政局を優先したことがあるからみんなそう思ったんですよ。私は反省すべきだと思いますよ。そう見られてること自体、そもそも初動がそうですよ。総理になったときだって、間違いない、思い出してください。思い出してください。北朝鮮2発ミサイル撃ったでしょ、公示の日に。いなかったでしょ、2人とも。で、対応遅れたでしょ。今頃思い出してみますけど、そういうことの私は積み重ねだと思いますよ。いかがでしょう。内閣総理大臣岸田文雄君。
2年前の選挙の公示日に北朝鮮がミサイルを撃った、これは確かに私も記憶をしています。総選挙の公示日、出陣式の当日であります。選挙に対応していた、これはご指摘のとおりだと思います。そしてその後の対応も含めて、この対応が甘かったのではないかというご指摘については改めて振り返らなければならないとは思いますが、これはこの政治、絶えず動いている、特にそのご指摘の点の時は選挙が、総選挙が始まった時であります。その時に、その政権としてどう対応するべきなのか、しっかり振り返り、この危機管理という面において、この当時の対応は最善の対応をしたと信じておりますが、今後の対応についてもしっかり振り返り、参考にしなければならないと考えます。野田佳彦君。最善の対応では最悪の対応だったということを申し上げておきたいと思いますし、やはり危機管理よりも政局を優先してきていたと私は思いますね。残念なことであります。残念なことあります。他のテーマいきますけれども、物価高の問題であります。内閣府が15日に GDP の速報値、7月から9月市区の速報値出しました。前期比でマイナス 0.5%、 年率換算でマイナス 2.1% と、残念ながらマイナス成長になったんですね。でこの原因はやっぱり物価高によって節約志向になって、残念ながらGDP の大層を占める個人消費が不振だったということが多分一番の原因だと私は思うんです。でそのね、7月9月マイナス成長になっているときに、国会は7、8、9と長い夏休みなんですよ。長い夏休み、何の対策も講じなかった。そして10月には4700品目もの飲み物食べ物値上げされた、値上げラッシュになってた。ずっと手をこまねいて、9月の末に総理は経済対策を作るように指示をし、そして10月20日に国会召集されたけど、すぐ補正予算が出てくるわけではなくて、ようやく今週から経済対策補正予算の審議が始まった。遅すぎると思いませんか？トゥーレイトですよ。遅すぎるというのは政策遂行する上で致命的だと思いますが、いかがでしょう。内閣総理大臣、岸田文雄君。委員の話を聞いておりますと、今回の経済対策をこの検討するまで、政府が何にもしていなかったというような誤解を与えるのではないかと感じています。この物価高、経済対策という意味では、昨年の春から政府としては、さまざまな対策をきめ細かく継続して行っています。エネルギー、食料品、こうしたものを中心としたさまざまな対策、燃料油や電気、ガスの激変緩和措置ですとか、肥料高騰対策ですとか、低所得世帯に対する重層的な支援、これを継続してきめ細かく行ってまいりました。そして今現在も、このこの夏から低所得者世帯には給付金、これを支給しております。ガソリン、そして電力、ガス、こうしたエネルギーに対する激変緩和措置、これは継続しておりますし、来年の春まで継続すると、この経済対策の中でも盛り込んでいるところであります。こういった対策をずっと続けている中にあって、さらに今の時点で、この用意しなければならない対策、例えば今の日本の経済、供給ということを考えましても、潜在成長率、ずっとコストカット型経済が続いてきた中にあって、潜在成長率 0% 半ば、まだまだこれ、供給力を上げなければいけない、こういった指摘があります。そして、需要の方につきましても、賃上げが追いついていない、こういった指摘があります。こういった状況の中で、さらに経済対策、何が必要なのかということで、今回、総合経済対策、この賃上げの原資となる企業の稼ぐ力をしっかりと支えるための供給力強化と、そしてこの経済の好循環、
中折れさせないための可処分所得の下支え、この2つをしっかり柱とした経済対策を用意したということであります。昨年来ずっと続けてきた経済対策の一環として、今回、より未来を見据えた対策を用意したということであります。野田佳彦君。いろいろご説明されましたけど、ずっといろいろやってきてるということを言いたいんですよね。でもね、政治は結果責任でしょ。7月、9月はマイナス成長であることは間違いないじゃないですか。ね、7、9月のこの間に危機感を持って下支えをするということをなぜやらなかったということを私は申し上げてるんですよ。ずっとやってきた。でも効果がなかったからマイナス成長でしょということです。で、いやいや、そうですよ。だから結果じゃないですか。答弁を求められない。いらないですよ。また同じような話するでしょ。いらない、いらない、もうそんな。いらない。もっと次のテーマあるんですよ。次のテーマ。ね。物価高対策、一生懸命遅ればせながらこれから。私はそう思ってます。遅いんですよ。で、加えて、でも日銀は金融緩和を続けてるわけじゃないですか。緩和ってのは物価上げる政策でしょ。日銀は物価上げる政策、政府は慌てて物価高対策、これね、ちぐはぐですよ。でしかも、政府の対策の中でも公共事業4兆円以上でしょ。これ、需給がバランスを取ってるときにはむしろ物価上げる可能性もあるんですよね。などなど、物価上げたいのか下げたいのか分かんないんです、今。分かりやすく説明してくれますか。内閣総理大臣、岸田文雄君。一連のこの政府の対策、要は7、9月期、対応何もしていなかったかと、たというご指摘がありましたが、これは対応をやっていなかったんではなくして、対応を続けていたけど、まだ十分でなかったんで、今回さらなる経済対策を用意した、まあ、こういったことであると思っています。そして、これは先ほど申し上げたように、まあ、供給面、まあ、潜在成長率が 0% 半ば、需要面では賃上げが物価に追いついていない、まあ、こういった中で、政府として経済対策を用意しました。政府としては、インフレを加速させることなく、賃金が上がり、そして家計の購買力が上がることで消費が増えて、物価が適度に上昇する、こうした循環を作っていきたいということで政策を用意いたしました。そして日銀のご指摘がありましたが、日銀、まあ、具体的な金融政策は、これは日銀に任せなければならない。これは基本的な考え方ではありますが、政府と日銀、これは緊密に連携をしています。連携をした上で、この物価、あるいは経済情勢に応じて、機動的に政策を進めなければいけない。構造的な賃上げを伴う経済成長と、物価安定の目標を持続安定的に実現する、まあ、こういった目標においては、政府、そして日銀、これ、両者の対応、これは意思疎通を図っておりますし、そして両者の対応、矛盾するものではないと考えています。野田佳彦君。どう見ても矛盾しているように感じます。だからお互いの効果を相殺させてしまっているのではないかと私は思うんですけれども、同じように矛盾しているのはね、増税と減税が一体となって語られていることなんですね。で、まず減税の方からお聞きしたいと思うんですけれども、私もまあ税はいろいろと改正しようとしまして、社会保障と税の一体改革、あるいは復興増税など、これ、国民に理解を求めるのはものすごい大変でした。苦労しました。でも、一方でね、減税やるのにこんな苦労するとは私は不思議なことなんですよ。これはやっぱりちゃんと説明できてないからと、それからやはり国民がね、先ほど岡田さんの質問にもありましたけど、本当に減税でいいのかと思ってるからではないんですか。総理はね、多分ご説明で、要は、可処分所得が増えるように下支えをしていくことの大切さを説いていますよね。で、そうなれば消費に回るだろうということなんだろうと思います。でもこれはね、そろばん勘定としてはそうなんだけれども、だけども、間違いなく防衛増税は控えているし、少子化対策の負担増も確実されているという方向性が間近な日程であるわけじゃないですか、将来に。それを控えているならば、それならばね、減税されても、そのお金は消費ではなくて、
貯金に回そう、貯蓄に回そうというのが国民感情じゃないですか。そろばん感情と国民感情がずれてるんです。私はその人情の機微が総理分かってないんじゃないかと思いますが、いかがでしょう。内閣総理大臣岸田文雄君。政策を結果に結びつけるためにこそ政策の狙い目標、これをしっかり説明することが大事だと思っています。これは減税そのものが目的ではありません。これはデフレからの脱却、そして経済の好循環、これを中折れさせない、こういった経済を作っていく、こういったことのために用意したものであります。そして減税増税、これ両方あるから、これは国民は財布の紐が固くなってしまう、そういったご指摘がありましたが、この増税、防衛力強化の増税をご指摘になっているんだと思いますが、この中身についてもご案内のとおり、これ所得税に関しましては実質の家計の負担は生じないという中身になっています。そして法人税、 94% の法人は対象外とさせていただいています。今回の所得税減税と決して相反するものではない、矛盾するものではないと考えておりますし、子ども子育て世帯の財源についても先ほど岡田委員とも議論をさせていただきましたが、国民負担が増えない形でこの財源を考えていく、こうしたことを申し上げております。ぜひ子ども子育て政策、そして防衛力の強化、これはそれぞれ国民の安心安全のために大事な課題であります。これもしっかり進めてまいります。しかしその大前提は経済だと申し上げております。経済、30年来のこの目標であったデフレ脱却、チャンスをものにしたい、こういったこの思いで経済政策を用意したこと、これをぜひ国民の皆さんに丁寧に説明を続けていきたいと考えています。野田佳彦君。私はですね、防衛費の増額については一定の理解をしているつもりです。防衛装備の充実、あるいは待遇改善などにね、やっぱり一定のね、増額必要だと思います。だったらそれをね、どうやって財源を作るのかということは、早く重要な政策であるだけに決めていくべきだと思うんです。少子化対策、子育てしても大事だと思います。これはむしろ異次元なんて言ってるのはずっとやってこなかったからですよ。それもね、きちっと財源を手当てをしながら前に進めていくべきであるという立場なんです。だけどもいつまでたってもその負担がどれぐらいかはわからない。これは国民にとってはすごく居心地が悪いんですよ。例えばね、いや、ブツブツ言ってるけどね、じゃあ僕言ったから答えてください。いいですか。ブツブツじゃなくてね、いいですか。岸田屋というね、飲食店に入った、いろいろメニューが出てる、金額どれぐらいかなと見たら、みんな時価としか書いてない。これ不安になりますよ、みんな消費者は。そういう状況の総理の財政運営があるから、減税と言ったって響かないんですよ、みんなに。そこの根本的なところを抑えなければ、私はいけないのではないかと思います。で、まだいいですよ、じゃあまとめて答えてください。で、本当はね、だからね、子ども家庭庁を中心に子育て支援やっていく 3.5 兆円お金必要だと、防衛費のだってね、5年間で43兆必要だと、でしょ、超単位の財源作りが必要なんです。だけど、どう見ても、超単位の財源作りを先送りしすぎて、国民を不安にしているだけなんです。超という漢字を思い浮かべてください。信用という作りを入れると逃げる。超という漢字に手辺をつけてください。挑む。挑むか逃げるかは、我が国にとって決定的な違いなんです。逃げよう逃げよう、先送り先送り。それが岸田総理の私は、政治性として国民に移っていると思います。適材適所とするならば、私は総理として適材として見てないように国民がなっていると私は思います。いかがでしょう。内閣総理大臣岸田文雄君。岸田食堂に入ったら、メニューが時価としか書いてないとおっしゃいましたが、これは防衛力の強化、
おっしゃる防衛増税の部分についても、それから子ども・子育て政策の財源についても、これは政府として明らかにさせていただいております。先ほど防衛力強化、税制措置につきましても、昨年の閣議決定において、この全体の4分の3は、社会保障費以外のこの歳出改革を徹底することによって捻出いたしますと、そしてただ4分の1だけは、この未来の世代に対する責任として、国民の皆さんにお願いしたいということを、4分の1お願いしたい、これは明らかにしております。そして時期についても、令和9年度まで複数年をかけて、この4分の1を確保する道筋を考えていく、その際に賃上げ、景気にもしっかり配慮して、この実施時期についても考えていく、このように内容においても、そして時期においても、こうした負担にならない、こうした形を用意しています。所得税や、あるいは法人税の影響も先ほど申し上げたとおりであります。子ども・子育て政策についても、先ほど申し上げました加速化プラン、3兆円半ば、これをこの3本柱によってしっかり賄っていく、これを2028年まで毎年の予算編成の中で、今度積み上げていく、こういった具体的な数字を示させていただいております。時価でこういった問題を片付けているというのは当たらないと考えております。野田佳彦君。ルール言いましたけど、歳出改革も中身決まってないじゃないですか。だ結局金額決まってないんでしょ、負担は。それ、もう時間がなくなりました。いっぱい反論したんですけど、終わります。ありがとうございました。